申し込む。流す未来が流した歓喜と落胆、2つの涙の理由は揺れ動く1週間でした。流すは団体戦で米国の銅メダルに貢献、しかしその後の作った発言が波紋。名将五輪では日本人の両親を持つ女子フィギュアスケーターも美しい輝きを放った。流す未来、米国はフィギュア団体戦フリーで2位と活躍。五輪では米国女子では初となるトリプルアクセルに成功し銅メダル獲得に貢献したが、シングルではジャンプに失敗するなど10位に終わった。流すは大会中に歓喜と絶望の涙を流したことを告白。米紙リンクルが報じている。今回の五輪では私の行いで本当に泣きました。忘れることができない経験です。喜びの涙とストレスによる涙です。本当に心が揺れ動く1週間でした。多くを学びました。流すはこう語った。ストレスの涙の理由は自らの発言が発端だった。団体戦で銅メダルを獲得したが、シングルでは男女ともにメダルなしに終わった米国。流すも報道陣からの様々な質問を受けたという。今後について、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ、芸能人やスポーツ選手が社交ダンスのレッスンを受け、勝ち抜き戦を行う人気テレビ番組への出演を希望した。その理由については、なぜなら私はスターになりたいのとコメントしたという。ストレスの理由はある発言にあった。団体戦での女子フリーでは会心の演技でアリーナサビとはなぁに次ぐ2位。この時自身のパフォーマンスでチームを救った時だったことが、米国メディアからは奇妙とまで批判されたという。リンクダル監督での歓喜の涙が悲しみの涙に、それでも流すは前を向いた。このバッシングで銅メダル獲得に貢献した歓喜の涙は悲しみの涙に変わってしまった。私の言ったことについて本当に恐ろしい気持ちでいます。私がチームメイトを陥れているとみんなが考えていると思うと心が痛みました。そんなつもりは本当になかったのです。オリンピックに出場することが私の夢でした。長い間の夢でした。オリンピックは自分をスーパーヒーローのような感覚にさせてくれました。その日に土壇場の勝利をつかむスーパーヒーローに。団体戦の時には全員がスーパーヒーローだと言っていたのです。16歳だったバンクーバー五輪以来8年ぶりの夢舞台。思いもよらぬ形で批判を集めてしまった作ったという発言を何よりも後悔し、チームメイトにも謝罪したという。みんな自分の役割を果たした。自分は一人でチームを作ったというつもりではなかった。私たちはみんなヒーローでした。私は報じられたコメントについて謝罪しました。特にチームメイトに対して、ヒロインだが兵将の舞台で見せたパフォーマンスに対する誇りを失ってはいないという。私がどれだけのことをできるのかみんな分かってくれたと思う。練習に数多くの時間と努力を注ぎ込んでいた。自分のハードワークを否定するようなことはしてあげたくない。だから自分も幸せでなければいけない。10位という結果に対してももっと誇りに思わなければいけない。もっと良い成績の方が良かったとしても、メダルの歓喜によるものと自らの発言を発端とした落胆ダッシュダッシュ。2つの涙を乗り越えた流すは必死に前を向いた。